若者への接種が進み、仙台市のワクチン接種率は来月末には全体で8割を超える見込みであることが分かりました。仙台市によりますと、一昨日の時点で2回の接種を終えた人の割合は全体で74.2%でした。10代以外の年代はいずれも60%を超えています。接種が遅れている10代でも、 1>, 1回目の接種率は65%で、今後4週間以内に2回目の接種が行われることから、来月末までには市民全体の2回目の接種率は80%を超える見込みです。市では、一時は若い世代の接種率が低かったが、夜間や10代限定の接種枠を設けるなどした結果、接種が進んだとしています。